いいね、やった、めっちゃよかった。ちょっとあの若干液体に突っ込んじゃってるけど、ちょっとね、よかったこんにちは、ゲームナックナイスガイスカイです。イネです。伊沢です。コウちゃんです。本日はアンレイルドで遊んでいきましょう。皆さん意味わかりますか、アンレイルド。もしかしてアンってその、まあ、打ち消す意味の窃盗時ですか。あ、おっしゃる通りです。おお、賢い。あの赤毛のね、違います、赤毛のアンそれしかも設備地になってる赤毛のアンだとしたら赤毛じゃないってこと。赤毛のアンレイルド。赤毛のアンレイルド。まあじゃあそうする。いいよ、もうじゃあそれで諦め早いんだよ。諦めんだよ、まだ冒頭20秒だ。レールが引かれてないって意味です。はいはい、なるほど。なんでレールを引きます。はい、私たちが。おお、俺らが。はい、そういうゲームになっております。早速、チュートリアルで、このゲームが何をしたいかを理解していきましょう。ジンジャーブレッドマンっていうやつねかわいい。おお、こういう感じ。チュートリアルへようこそ。これでキャラクターを動かしてる。ジョイスティックでキャラクターを動かしてる。ああ、ジョイスティックってちゃんと言える人だ、分かってる確認をしたらちゃんと全員 A を押さないと進まないやつだ。あれだ、あのマリオパーティーのゲーム練習するみたいな感じね。あのね、うん、新しい線路を作るには木材と鉄が必要だよ。 A で斧を持ち、木の横に立って木を切ろう。すごい、持つだけで切れる。あ、ここに斧があった。で、ここに行くと、おら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 、ほんとだ。他のペア待ってて、ね、あ、斧行ってた。みんななんで切ってない。あ、俺だけ切れてない。そうだよ、あ、そうだよB で切るのか。俺ずっと A で違う、立ってるだけだ。そこ近くに行くだけ。近くに何も触らない。あ、そうなんだ、うん、簡単。ツルハシを持って岩から鉄を掘ってみよう。超掘削。おツルハシすごい。あ、これ斧じゃん。貨物ワゴンに木材と鉄を積み込めば、クラフトワゴンで新しい線路が作られるので、それを使って線路をどんどん伸ばしていくんだ。線路の延伸というわけですよ。おお、すごい。はいはいはい、力も入るね、延伸力。何がどうするの、この木材と、あ、なるほど。あ、ツルハシ置かなきゃいけないのね。ツルハシを置いて、これで、これで、はいはい、ね、ああ、いけるいける、はいはいはい、これが鉄か。で、これがレールになった。これをここに、あ、置くと置いた。はい、終わってます。何、どういうこと。もう終わってます。もう終わってますよ。完全に理解しました。はい、川を渡るには橋が必要だね。木材を川の上に置いた後、線路をつなぐ。あー、木材を置くだけで橋になるの。あ、まだこれちょっと俺ホットプレートで加熱してるから。これあれなんだ。あらよ、飲み込みの鬼。飲み込みスト。マウスブルーだ。うら、できたわ。これを持ってここにやればいいんだ。はい、できました。はいはいはい、はい、伊沢さんです。はい、伊沢さんです。はい、伊沢さんです。ちょっと待って。はい、リスト9段階です。今ちょっと環境破壊してる。環境破壊は気持ちいいぞいときた。おっそ、ここに行けるな。ペンギンいつまで線路作りやってんだ。ペンギンだから歩くの遅いんだよ。同じもん。B で走れ、行けんだ。じゃあ B で走れ、トボガンで移動しろ。スルッと行けるの。えい、おい、トボガンじゃなかったけど。おい、あ、すごい、早くやってよ。もう線路できてる。できてんだから線路。あ、これできてんの。あ、ほんと。いや、これやばい、先行きが任せろちょっと任せろって。うちのじいちゃん国鉄職員だったんだ。向いてるってこれ。え、時間が経つと列車がオーバーヒートして燃え始めるよ。いや、おかしい。橋を作ってバケツを取り、川でバケツに水を汲む。オーバーヒートしない仕組みを考えてほしいけど。だからオーバーヒートだから、え、川に行かないといけないじゃん、まず。あ、だからまずこれあれだ。まず木で橋作って、まずそれ、これだ。これ一番早いやつは勝ちね。いいよ。あ、めっちゃ燃えてんだけど。え、早くね。これ、あ、なんだ、これでいい。水を汲んで終わりでしょ。違う違う、水を汲むんですよ。どこで。川の近く。あ、川の近くで立たなきゃ水は汲めないんだ。あ、了解した。空のバケツ持ってっても火が消えないです。これあれだ、別にその線路作んなくても木材だけで、ね、あれになるから、橋に当たるからいける。本当言ってんの。てか、伊沢さんまだ橋も作ってよ。どういうことか。ペンギンマジで。だから違う、だから水を汲もうまで違って。汲むのも近くで、川の近くで汲む、止まらなきゃいけない。はい、あ、バケツで火を消すんだ。燃えた方がもう使えないぞ。使えよ。はい、で、これで、あー、バケツ、はい、で、水汲み、もう一回水、で、近くに行き、沈下、水汲んで。いや、俺 B ダッシュめっちゃ使いこなしてた。あ、水落ちちゃった。ウェイ、これあれだね、水を、ね、おいおい
冬瓜。え、水どうやって汲む？あ、水は汲むのは、ゲージが溜まってるじゃないですか。あ、ゲージが、はいはい、近くに行ったらゲージが溜まって近くに立ってるだけで、そうそうそう、浸透するわけよ。溜まる前に離れちゃった。溜まる前に離れちゃった。まさに水は放流。君たち やって終わったと思ってでしょ。なんか着々とまた燃え広がってるから、こうちゃんが遅いせいで。そうそうなんで。そうなんで。いやもうだってほら、これ伊沢さんも逆転してる。違うんだよ。伊沢さんは終わってたのに、こうちゃんが遅いせいで燃え広がっちゃったんだよ。ZL を押しながら絵文字メニューを開いて、ジョイスティックで絵文字を選べ。L を押すともっと絵文字を表現できる、表示できる。あ、選ぶともこれこうなるんだ。どうなる？え、なんか頭の上に出てる。出てなくない？どうやったら調子できる？戻す。絶対離すの？これ離したら。あ、離すの？列車が線路の端に到達するときに、ここで引いてもそうなるよ。頑張って。じゃあ線路をつなげてくってことだな。だから、この落ちちゃうってことですね。うん。はいはいはい。落ちないようにする。終わるじゃん。あー、終わったー。あ、ゲームオーバー。あー、おめでとう。さよなら。チュートリアルで。一旦ゲームオーバー見とこうってことね。ゲーム開始、ここに集まれだ。ここだ。集まれワンパーク。ロボットも参加させようとしてる人僕な。5人一緒に行こう。5人みんなでやろう。オッケー。お、うわ、おい、ロボットが破壊工作してる。え、ほんと何これ。菅井さんが入れなくなってんだけど。え、あ、だからロボットが5人いたらダメだから追い出そうとしてるってこと。あ、なるほどね。これ CPU ってことか。 CPU ってことか。おい、邪魔だよ、邪魔だよ。おー、強いぞこいつ。はい、いらんことした。こいつ強いぞ。ちょっと待って。はい、いらんことした。こいつマジで出ていかないよ。こいつ強い。強いぞ。もっと強い。おい、ちょっと邪魔。みんなで何だよこいつ。え、ダッシュしても。おい、格ゲーだったのこれ。戻ろ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 。格ゲーだったんだ。なんだよ今の。マジでロボット強い。あれだったんだね。だからあいつ意味あったんだね。うん、ただの置き物だと思ってた。面白い。舐めてたわロボット。急にあんな黙ってたのに攻撃し始めたからね。丁寧に連れてきてよかった。よし行くぞ。今日のゲームめっちゃ楽しいわこれ。いや今。よっしゃ。うわめっちゃ広い。どこだ俺。とりあえずあれだ、木を切り出したりなんだりしなきゃいけないけど。これさ、ね、あれじゃない？え、もう線路、え、いつ動くの？誰かもう木はもう切ってほら、木切ってる人と、あ、分かった、俺がじゃあこの木材を持つやん。で、これをここに入れるわけ。あ、線路、え、電車動いてる。電車動いてるから、やばいやばいやばい。これ下の方で鉄めっちゃ切ってる。どれが鉄、下の方に鉄切ってるから。あ、やばい、もう死ぬ、もう死ぬ。あ、線路さん、線路さん、ちょっと邪魔しないで。あ、オッケーオッケー。あ、違う、ミスった。え、終わったよ、終わったよ、終わったよ。いや、ごめん、ちょっと待って。俺が食い止めとくから、みんなちょっと頼む。食い止めないでないよ。破壊して。あらオッケー。あー、分かった、分かった。でも、まあまあ、今のなかったことにして。で、まあでも今ちょっと線路の生成まではできてたから。で、待って、誰が、まず誰かがツルハシを持ってんのね。持ってます。で、木材切る引っかかれ誰。はい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 、はい、よし、OK、じゃあでさ、はい、あと線路どっちを繋げるかをさ、これ決めないといけない。今キッチンしてるよ、ほら。上かな、上通した方がいいのかな。はい。で、あとこれ伊沢さんが持ってるのってバケツ。バケツ、俺バケツか、これ。で、これさ、バケツまだ使わねえな。そう、多分。あ、もうバケツ、やばいやばいやばい。木を早く、木誰か持ってこない。木を入れて、あ、今木入れたから線路できた。伊沢さん線路、伊沢さん線路敷いて。運ぶ。で、あ、オッケーオッケー。大丈夫です。これでいいの？前回俺これで見せたのよな。オッケーオッケー。あ、できてるできてる。じゃあ俺線路運び上がりになる。じゃあ俺下通します。これちょっと曲げよう。これやばくね。じゃあ取れる。え、迂回させて元の右に置きましょう。右。オッケー。ここをさ、破壊してさ、繋げなきゃいけないんじゃないの？ここの。そう、ちょっとそこを破壊だろうな。いや、このね、グレーね、壊せないんですよ。壊せない。え、じゃ何これ。え、だからどこと。え、だから上回るか下回るかなんですよ。下これ回れる。下回れないんじゃない。だからとりあえず俺上に置いてよ。上に置こうじゃん、上に。そうだから、で、もうやばい、うまくができる。で、うん、こうちゃん木が少ないよ。こうちゃん木切り続けなきゃいけない。あ、マジか。鉄死ぬほど余ってるんで。これ線の運び係やだわ。はい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 、やばいやばいやばい。木もめっちゃ切っとるよ。迂回しないとやばい。やばい、線路が足りない。ちょ、体で止めとく。あ、ギリできそう、ギリできそう。オッケーオッケーオッケー。まだできる。あ、違う、これ邪魔。あー、え、これやばくね。なんかバケツが、バケツかなんかが、あの線路のとこに置いてあったせいで、それを掴んでしまった。ちょっと作戦会議しよう。はい。
俺線路運びバケツマンになる。じゃあ俺はあの木材と鉄をクラフト、クラフトする人、ね、ワゴンに持っていく、クラフトワゴンに持っていくわ。で僕はツルハシ、僕らが斧ね。はい、オッケー。ロボットマジ面白かったな。あ、3メートルだからもう。でここで、今とりあえず俺入れる作業をして、はい、ツルハシやってます。これ何、バケツ一回よけ、これもいいか。あ、ここに一旦木があるんだ。あ、できた。伊沢さんそこにあるから、これを持つ。あらよ、あらよ。でも一回させないとこれ伊沢さん線路のネーム、あ、一回下行く方式。あ、そう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 、さすがに合意と違ったけど、まあまあいいや。なんかね、もうそもそもね、これ多分2個敷いたらドカーンってなっちゃうから。今、江ノ電張りのカーブになってるよ。ちょっと今、俺、あの橋をいい感じにちょっと大きめに作ってみました。これさ、雨降ってるからバケツいらないとかあったら。あ、バケツ溜まってる知らない間に、あ、ちょっと素材感。あ、そうか、バケツやる必要あるけど組みに行く必要なくなった。オッケー、これでレールが。オッケー、でこれで今、内側も全部奥でやったから、こっち側をどんどん。これさ、素材とかもさ、先に送っといた方がいいのかな。てかさ、全然なくない？線路全然作れる。なんか線路はね、鉄に対して木がさ、線路の木の消費量が多い気がするな。まあもう、もう今もうなりふり構わずいっぱい木が作るから。こっちなんだ。これあれかな、見えてないけど川なの。木持ってきた。今んとこね、線路のね生産は足りてる感じ。線路生産。これあとね、気づいたんだけど、鶴橋は一人使うみたいなサブミッションみたいな。本当だ。なんかメモ。あれ、お助けメモなのかもしれない。お助けメモはね、いやでもまあ、お助けだよね。サブミッションってもはやだって関節技だもん。サブミッション違いね。これさ、木、木ゴロビとか使ってるね。これ、じゃあ木、木のタワー作ろうか。集めとこう。めっちゃ余裕じゃなくて、ちょっとバケツの場所だけ変えといて。ナイス、ナイスバケツは。これちょっと線路の敷設で正しい日本語が使える人だ。線路敷設してる。これさ、じゃバケツ一応川沿いに置いておく。うわ、なんかこれさ、橋作る。橋いるな、確かに。橋ってどうやって作る？橋もうできてる、そこ。橋はその、あ、本当だ、ナイス橋。持ってくる。細いとさ、列車だけ行っちゃってさ、道塞がっちゃう。だから橋の上にもレール引けるよ、それ。あ、まさかこの木邪魔。謎の大魚邪魔。いいぞ。ちょっと線路足りないかも。線路足りない。ああ、了解です。あら、やっと。あの、なんか、みんなは共同作業してる。俺、なんか、マジで、ただ、黙々と木を切ってるだけだから。予作じゃん。予作、マジ。え、ジョニーとペア。あ、そう、ジョニーとペアで。あいつらってまだ生きてんのかな。イーストブルーにいんのかな。イーストブルーにいるんですか。グランドラインに入ってないだろ、あいつら。予作かよ。はい。あ、でも、これにこうさ、切って全部切るよ。ああ、そうかも。え、じゃあさ、もう最短でさ、目指さないとやばいじゃん。あ、確かに。これさ、だから多分もう前に敷いた線路って持ってこれんの？いや、もう無理でしょ。無理なの？作っちゃったから。でもまだ列車が通ってないとこなら変えられるでしょ。そっか。いやでもさ、めっちゃあるやん、よく考えたら。あれだって1個で線路1個になるんだから、いけんじゃね。まあでもとりあえずあまりもう無駄遣いしない方がいいそうだね、ちょっとまっすぐ伏せする。で、じゃあこっちの方でもう鉄取っとくから、これを持っていきましょう。頼んだ。ちょっと普通にあのパラワー、どっちが JR 力高いかって勝負ね。 JR 力、 JR か分かんないよこれ。あ、やばい、画面がスクロール始めてない。これもしかしてこれ青い森鉄道の可能性、石川の IR かもしんないな。 IR 北近畿、あれ北近畿丹後鉄道って今なんて名前なんだろう。北近畿丹後鉄道の話を動画でするのすごいやばいやばい。 KTR ね、KTR。 バケツが見切れないようにバケツを置いとくね。向こう側から行くのか、ここ。このなんかさ、キラキラがさ、あ、キラキラがあるね、確かに。だからこれさ、こっち側からさ、木いっぱい持ってってさ。このキラキラ何？わかんない。でもなんかちょっとね、ツルハシが邪魔になるかも。衣類回収しといて。あー、ツルハシ、ツルハシ、ツルハシ邪魔。いや、ああ終わっちゃった。一人だけがツルハシ。あ、本当だ、一人だけがツルハシを使おう。あ、終わった。やっぱあれ、サブミッションだったんだ。ごめんなさい。ちょっとね、なんかあの、あれだ、鉄が足りてないかも。鉄が足りてない。あ、じゃあこっちから切ってこないとか。ちょっとまずいまずい。じゃあこっちでちょっと作ります。そろそろ頼む。あと鉄、その線路の先っちょに置いてあります。ちょっと。あ、本当だ。これ？あ、頼んだ。はいはいはい。
橋大魔神。ちょっとね、マジで線路がやばい。やばいやばい。それやばい。鉄下にあるんで。ちょっとみんな生産を出品に考えてもらえると嬉しいです。右下、はいはいはい。あ、違う、これ。これ、機材じゃん。で、これでやばいやばい。木はいっぱいそこにあるから、木入れましょう。木が今足りてるから。木入れる。線路、はいはい。いつも足りてない。えいよ、このままいいよね。一旦、俺に任せろ。ちょっと生産を頼みたいな。鉄の後見て。コウちゃん、なんか暇してるんですか？今、その、どっち側に置くんかな。鉄持ってってください。鉄運びってね。鉄運び頼むわ。そりゃもう、なんだ、鉄運ぶ会社といえば何？わかんないわ、もう。わかんない。あれじゃない、汽船系とかじゃないの？あー、はい、日本郵船とかってこと。郵船か。え、これ木はいいけど。木も入れた方がいいですね。新鉄みてん。あー、新鉄みてんとか絶対鉄精錬してるな。鉄。え、なんかさ、俺殴られたよね。わからん。あ、でもなんかね、あのコントロールあ、やばい。あ、やばい。燃えてる。あ、任せろ。バケツは任せろ。バケツは任せろ。繋がったからさ、こうしたんだ。ガッキー！お、いいクリア。ラストちょっと焦ったけど。新キャラ。新しいワゴンや。新キャラクター解禁された。関西弁なの？新しいワゴンや。いやじゃない。新しいワゴンや。なんとかが。続けるだから。並列なの？本当かな？いや、違う違う。ほら、新しいワゴンや。新しいワゴンや。次のステージを解禁できる新エンジンを手に入れたんや。どっちその新しいワゴンと次のステージで解禁できる新エンジンが手に入れたんや。並列なのか、新しいワゴンやって一回言ったのか。感動したの嫌だと思うけど、新しいワゴンや、新しいワゴンや、次のステージで解禁できる新エンジンを手に。なんでバカなんだ。新しいワゴンやアイテムを、アイテムを持って列車に持っていくだけで OK。 どういうこと？つまりなんかアップグレードできるってことじゃない？持っていったら変換ワゴン、ちょっといいな。錬金術ワゴン。あ、これでじゃあ余ってても逆にできると思う。られるって。ダイナマイトワゴン、あ、欲しい。これすごい一気に気をつけてて、え、何これを持ってると何がいいことなの。え、だからあれでしょ、お前こいつが勝手にあのさっき壊せなかったとことか作れるんじゃない。あ、でもそうだと思う。あそこは破砕できるんだ。ここ通れなかったけどこれなら作れるとか。そう、ダイナマイトなワゴンでもいいんじゃない。となると俺はね、このクラフトのやつ欲しいんだよな。クラフト速度アップ。いや、それでも強いと思うよ、確かに。クラフト速度アップは強いと思うけど。で、積載量プラス2でしょ。こっちはなんだ。こっち単純に積載量プラス2か。えい。おーい。すごい、前のやつぶっ壊して、確かに。そっか、じゃあこれまだ詰めんじゃん。で、今さ、ボルトが減ったの。そう、ボルトを消費したんだ、だから。だから、あの、イネが取りに行った黄色いキラキラが多分、あの、アップグレード用の。あー、あれ大事なんだね。積載量多いんだよ。積載量だったら積載量か。やったー。オッケー。やめろ。え、 B ダッシュ。どうだった？え、変わった。え、本当じゃなくない？これがアップグレードされてる。これ。え、違うよ。本当？ボルト変わってないし。あ、これで変わったよ。よ、今だから多分こうちょっと移動で落としちゃったから元の位置に戻ったわけだった。これ積載量が増えたと。だからさっきよりガンガン詰めるわけだな。だね、よーし。アップグレードした俺たちのワゴンで。ああ、ちょっといきなり頼むな。ちょっと鶴橋係と木材係任した。はいはいはい。ちょっと俺はとりあえず線路はあのギリまで積んどくから。これさ、だから横にさ、ちょっと横じゃない、できる限り頼む。あ、とりあえず横に積んどく。横に伸ばしといて。あ、え、夜になってる、もしかして。もしかして、いや、見えざんになってる。え、こそんでさ、鉄さ切れ出せるか。ちょっと鶴橋をこれ全部鉄になるか。それ、そうだね。線路運びはとりあえず、線路はいいアンビニアやっとくから。バケツある。あ、バケツどうだ。今ライオンが持ってる。ナイス。あ、どうだ。これバケツね。ちょっと、あ、川木材が到達しておきますね、ここで。え、これさ、バケツもしあれだったら、あ、バケツ。え、これさ、目標どこなの。もうどこに向かっていくの。いや、わかんない、まだ見えてない。やっぱそうなんだ。でも、右の方でやることは確かに。ちょっとね、木材を積まないとそろそろやばいな。ボルトがあるとあ、とりあえずやっとく。あ、ボルトどこだ。いや、なんか稲が取ったの。OK。 え、で、もしかしたらこっち来ちゃってもいいかも、なんか。本当だ、相手はいる。え、でもいけるかな。ちょっとね、生産を頼みたい。生産よいしょ。木、誰が切ってんですか。木、今切ってる。線路が上の方行ってるから、道作ることを優先したの。上の方に行くってこと。上というか、右。あ、燃えてる。水頼む。バケツ、バケツはね、川沿いに置いた。あ、これだ。え、ね、今俺その、なんか右下側に来るから。右下は別にまっすぐ進むからそろそろ頼む。まっすぐの方がいいかも。じゃあここにまたこのまま線路じゃで、木の後ろにまっすぐ行くそうってことね。木の後ろに鶴橋必要ゾーンがあるんで、僕と交代してください、そこまで行ったら。わ
なんか賢いこと言ってるこの人。なんかね、ちょっとね、鉄が足りてないな。こういうゲーム好きなんだ。木の後ろってどこ？木の、今、右に行かないといけないからさ。めっちゃ釣り橋してるでしょ。で、こうちゃん木でさ、はい、こうちゃんじゃなくてもいいけど、そこ橋作るのないと、これ川越えらんないから。その、先ってこと？先っていうか、もう川全部橋で見ていい。ほんと？ほんと？ちょっと待って、じゃあ、その道路下がって、どう行って。上行った方がいいんか。賢いから犬に従った方がいいよ多分。で今ほらはい今なんかわかんないけど今日賢いよ。なんかねとりあえず敷設はしてる。でも本当でもさ木が、ね、なんかさっきと微妙にクラフトワゴンとあの積載ワゴンの順番が変わってんのムカつくんだけど。そうなんだよ。さっきね多分ね。あれ何これ何これ。俺がアップグレードする時間違えちゃった。あ燃えてる。待って俺が水を頼む水頼む。でも水俺がやるわ。いやここにバケツがこうは。ここに橋があればさここぐらい。だからちょっとね、これね、あれだわ、狭いとこ通すと作業ができねえんだ。ですよね、だから周りの木切りましょう。あと、今木をね、ちょっとね、入れといてほしいな。はい、この下ってこと。そうそうそう、そこ切っとくと、多分列車の周り回り込めるようになる。あと、ちょっと木を置いてみる、木を。ちょっと分かんないくなるかもしれないけど、ここに一回バケツ置いた。やばい、地味に、鉄が足りてないから。よし、鉄が足りてねえな。運ぶね。あらよ。うわ木が邪魔なのか。今ぶつかって炎落としちゃう。やべやべ。作りますここ。ここさ物が多すぎてさ線路が取れねえんだわ。これどこに？今線路結構なくなってきてるんで。やばいやばい。これ右下に通んなきゃいけないよね線路って。あ確かに。右下？だって上の山高いから多分割れない壊せないよ。マジか。だからでもだからこの辺でこの辺で橋作りましょうこの辺。俺たちダイナマイトがない。あそして。ジンジャーブレッドマンがいるあたり。あオッケー。じゃあ橋作りましょう。橋頼む。はい、はい、やべー朝焼けで朝もやで見えねえ。橋取られてた。あ燃えてる。あ俺やるわ。お願いします。そして線路が長いせいで。いや俺が。あ今うぜえな。今ほとんど橋はもう埋めてきてるね。うん。でもっとじゃあ木必要。もっと木は必要だね。はい、はい、じゃあもう今俺は木に切り替えますね。橋を埋めたと。伊沢さん燃えてる。まだこれあれか、先の方の木を切った方がいいのかな。あそうそうそう、ね、道がなくなっちゃう。道がなくなっちゃう。鶴橋の上にとりあえずバケツ置くね。バケツの位置が分かってることは大事。なんか頭いい集団っぽいね、さっきから。うん、いいぞ、大丈夫、整理は大事。じゃあもう線路はまっすぐ敷いてくる。ちょっと線路足んなくなってきてるな、頼む。はい、木材入れといてくれ。あ、まあ、今俺が先側の木をどんどん切ってるから、こっち側からも木材後ろに立ってる。クラフトワゴン消えちゃうからもったいない気がする。ちょっとね、そう、作った木材を運ぶみたいなのも大事。列車の左下の方に木材ありますね。なんかある、ある、めっちゃある。あそこからちょっと木材取り出して積んどいて。で、こうちゃんちょっと進路を頼む。これ多分橋一本になっちゃうとその列車が渡ってる間渡れなくなるから。あれだ、周りにも橋が、ね、最終目的地が上の方に見えてきた。でも、ね、これ下回らないといけない。そう下回らなきゃいけないから多分下をもうどんどん木を切っていくしかない。で、ここに木を置いてほしいです。これ列車一本になっちゃうのは少ないですけど、ちょっとね線路が取り出せなくなる可能性がある。とりあえず線路はまっすぐ進めとく。さっきから鉄がこれちょっとあれだ、線路持って待機してる。なるほどね、これはよかろうよ。あ、やばい、これあれだ、やばい、木をさ、一定切ったら。ちょっと、俺の前の岩、破壊してくんねえか、これ線路に渡れなくなっちまう。右から、上から回れます、上から。ほんとだ、ナイス。ここにいい橋、いい橋。それを読んで橋を作ってるさすがにね。イネイさん、ちょっと、頭いいね、今日冴えてるぞ。今日冴えてるんだかもしれない。今日冴えてるって別にいつも冴えてないみたいな言い方ね、よくないね。今日も冴えてる。ありがとうございます。はい。なんか今不本意だったみたいな感じだ。受け取り方して、ありがとうございます。ちょっとさ、このさ、あれ下の木橋どこ行った？この牛何？この斧どこにある？ちょっとさ、俺の横にあるちっちゃい木切ってくんね。こうちゃんさ、どこ上。一個だけ独立してる木があるはず、線路の下に。そこじゃない、そこ。今赤くなった。これそれそれ。切り切れてない木、ね、そうそうそう、はい。そいつがね、あるとね、線路が動けない。ねえ、こうちゃん、斧持ってるうちにさ、暇なんだったらさ、上の牛、してみない？
どこどこ、やばいやばい。でもね、今ね、暇じゃない、多分ね、左下のね、木をね、もうちょっと切っといた方が。そう、で、そして、あれだ、あの、これ全く暇しないよ、ずっと木切ってる。バケツどこだ、おい、バケツどこだ、あ、ナイス、誰か沈下してくれた。これが沈下した。ナイス沈下、ナイス。バケツちょっと分かりやすい位置よ。いや、絶対あいつ、いや、絶対今暇だっただろうと思って、ちょっとその牛がさ、どんどん木切ってるじゃん。じゃあ、じゃあ、一瞬だけ切ってみる、一瞬だけ。これで死んだら、こうちゃんのせいね。牛が、牛が、列車牛が今多分、ほら、本当だ、ほら、牛出てくるじゃん。それ、牛何なの。あ、ちょっと、あの、いいね、ここのさ、壊しきれてない、岩壊してくれ。牛、なんもないよ。なんもないのかよ。牛、ただ、死んだだけで今。でも、邪魔になるから食料なんのかと思ってるじゃん。食料いるかと思ってるよね。いや、ほら、自分たちの食料はいるだろう。どうやって、多分、ゴールまでにあと1回ぐらい、これ、あれだろう。あの、これも木材必要。火事になるから。木材もう、あ、ほんとだ。ちょっと、破壊工作だけしてほしい。もう木材いないんだ。はい、じゃあ木材置きがないと思って。あ、やばい、ほら、火事だよ、火事。いや、ちゃんと、あの、バケツは持ってるのよ。バケツさ、もう一個ぐらいあってもいいな。あ、やべ、ここ邪魔だな。よし、もうちょっとで、ちょっとで、そうだね。だからここ壊した。あー、開拓スピリッツの君たち、ね、はい、すごいね、ここちゃん。これ、ちょっと、あれだ、やべ、線路が足りない、線路が。線路が足りないんだと。あ、待って待って、死ぬほどあるから、あの、おーちゃん、あれを回収しないと、左上。おの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 回収しないと、やばい。はい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 、おのを回収した。バケツは、バケツ回収してる。バケツ右上。これさ、これさ、木足りないからさ。線路足りないぞ、線路足りないぞ。木さ、ここにあるやつさ、全部さ、どう、全部、どうやってこれ、サイドに繋げるんだ。木を、木を、お、あ、でもあれだ、よっしゃ、完成。いいね、やっためっちゃよかった。ちょっと、あの、若干液体に突っ込んじゃってるけど、ちょっとね、よかったチーム褒めてくれたんだ。え、見て、進むべき道が分かるよ。なんか哲学的なことやってる。これは我々の人生にも必要な話ですね。やべえ、新しいワゴンあれないじゃん、爆破ワゴン。え、近くにある。あ、おい、マジか、爆破ワゴンめっちゃ欲しかったのに。え、近くにある物資自動回収、そうそうそう、やばくない？いや、これさ、自動回収めっちゃ欲しい。だって物資を掴んじゃって線路が引けないこといっぱいあったもん。これじゃん、バキュームワゴンだ。バキュームワゴンにしてみる。行こう。できた。あ、できてる。あ、待って、自動収集がそっち行っちゃったから。え、これさ、どういう順番がいいんだろう。順番大事だね。一番後ろにこいついた方がいいのかな、線路取れるやつ。線路取れるやつは後ろの方がありがたいかも。あの、回り込めるから。じゃあ自動で作ってくれるやつどこに。あ、でも早い方がやば。あ、あれだ、自動収集が先にあった方がいい絶対。俺多分これでも線路はね、一番前が嬉しい。あの、進む、必ず線路が進む方向、はい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 、必ず電車が進む方向に作らなきゃいけないから、列車に近いところに置いてある方が緊急時にありがたい。確かに。でいいんじゃない。で、あともう置けないか。これ通す。よし、次行こうぜ。よし、これ最強じゃない？自動収集めっちゃ強い、多分。ちょっと、自動収集の力見たいね。それがめっちゃ使えない。これ始まった直後に左下行って斧回収しないとやばいよ、これ。確かに。うわー、ちょっと斧頼むわ。いや、右上にあるんじゃね。いや、斧ね、斧ね、やった今右上にあったぜ。あ、今、あれ、え、ちょっとこれ、ちょっとバケツ置いてくれ。ここに鉄死ぬほどある。あ、やべやべ、とりあえずこれを。そもそも橋作ってもらわないとやばいかも。確かに。え、ま、木がここにいっぱいある。これはどっち向き。木がここにいっぱいある。木がここにいっぱいある。なんかわかんないけど、この辺橋だらけにしてやおう。左下、見切れちゃうね。めっちゃ自動収集強いんだけど、線路が無限に開く。今俺がね、鉄作ってこれどっち行く、どっち行く、下行く、横行く。ここ通るのが簡単なんじゃない。下通るのが簡単。下通るか。じゃあ下ね。これ間違えてこっち落ちちゃうと死ぬんで下で、ね、じゃあここにツルハシ置くから。誰か、あれ、今、あれか、バケツとりあえず真ん中に置いとくね。ツルハシ、はい、ツルハシといたらここ来て切ってください。どこ、右の方。バケツどこ行ったの。バケツ真ん中に置いて、今とりあえず線、あの、電車が通るところに置いてあるから、電車に近くてかつ消えないところにバケツ置くみたいなのが大事だな。これルートは下を通ります。でも橋あるせいで、あの、動きやすい。めっちゃこっち側で作業ができるから、ちょっと詰まってもらったら。あ、牛がいる。
自然破壊めっちゃするじゃん。いいねいいね、かなりいいペースよ。あとはもう火事に備えて、ちょっとバケツを定期移動するし。これ自動収集マシンって働いてる？自動収集マシンね、すげえ働いてたこれ。あー、くれあー、くれくれくれ、ごめんなこれ。あー、これ橋が木材がもうない。じゃあ、マジ木材はになる、俺が。はい、あ、なんか木材切るね。すごい、その木エリアの上の方にいっぱい鉄置いといたから。確かに、鉄が置いてあるから多分木材さえ切れば自動収集できる。ちょっと俺の線路の一番端にある木切ってくれ、これ。ちょっと邪魔な。列車がこういう色にしようっていうのはさ、まさかこれ、こいつの色がさ赤くすらならないように、水色の段階でこの水を撒いてやると温度がコントロールできるっていう。マジか、こと。すごい、まさか蒸気機関、そうやってコントロールしろっていうシミュレーションゲーム。いいじゃん、いいじゃんね。いや、それはお前、来年期間最高ってことで。そりゃってな、そりゃ来年期間と概念期間がありますが、蒸気期間はどっちだ。多分概念期間だと思うけど。お願いします。どうなんだ、概念期間はエンジンみたいな中で爆発してるやつでしょ。だいかないですよ、ちょっとあれだ、先が見えねえな、これ。あ、そっち。いや、これか。あ、なるほどね。ちょっとこれ、岩場の破壊頼む。そろそろ道がねえか、上行くか。ツルハシマンが必要。木全部切りましょう。ツルハシマン、木は俺がいます。これ、どっち行く、上行くか、右行くか。わかんねえ、あれだったんだ、進むべき道がわかるワゴンだったここで進むべき道か。とりあえず、破壊に任せて、まっすぐ積むぜ。行きましょう。頼んだ、ちょっと進路の開拓を急ぎ目にやってくれ。これ何？いや、俺今、ボルトがあったんで。木を切るもないよ。なるほど、木切れない。あれか、一個下下げましょう。木が切れないの今。え、全然今ないし、木がない。木下にいっぱいあるじゃないですか、落ちてるんですよ。なるほど、ね、やつが。え、自分で切ったのになんでわかんないですか。え、違う切るべき木がない。そうそういうこと。そういうこと。さすがにそう。ってことは、乾がそこの、ここを鶴橋で開拓させたら、ここに橋だ。そこに、そう、橋頼む。で、あと地味に進路の岩が切れてないから、ありがたい。ということで、はい、今ね、橋置いた、はい、助かる。橋置いたら、じゃあ左上の木切って資源貯めときますね。そうだね、俺も今、はい、いった。今日協力的だね、みんな。今日すごいいいぞ。何協力的な。地味に下の方の岩場を壊しといてもらえると、ここに直結しやすくなる。鶴橋もお願いします。みんな、今日はどんだけ乾が邪魔するんだろうって楽しみにしてた。あ、やべ、おい、ちょっとこの岩場壊してくれ。なんなら一番乾が仕切ってるんだ。通れねえ。今俺ここに置くともうゴールしちゃうから、場合によっては回収できるものを今回収しよう。あ、だから木をさ、こっち持ってきてみましょう、うん、ちょっと線路なんならもっと作っといた方がいいから、線路も回収して置いときましょう。外に。これ作るのと思ってないですか、線路。確かに。これを線路積んで近くに置いとけば、これをこっちの方に置くね、近くに。はいはいはい。ゴールできなくならないように、俺一応ゴールのところで待機してくる。これやっとけばさ、次スタートダッシュできる。そう、いいね。すごい、備えよ、常に。新学期スタートダッシュ決めようみたいな。真剣さんか。ちょっと、あ、木積んどいてくれ。そろそろやばい。木を積み込んどいて。 OK、 じゃあゴールさせよう。はい、木上に回るんだ。いいで、ゴールさせよう。はい、はい。え、列車が燃えないようにしろ。OK、ボルト4つ溜まってる。めっちゃ積んでる。新キャラクター回帰で何？だから、そのまだ新キャラクターが何の恩恵があるか分かんないから。あれじゃない、最初に XY です。改良型条件じゃんよ。夜の闇を照らしてくれる。そんなに必要だった、夜の闇。エモエモい感じで照らしてくれるの、これ。え、これ収集速度増やせんじゃん。割とさ、夜の闇照らしてほしいんだよ。微妙にうざいですよね。そうそう、なんかどっち行けばいいんだっけって分かんないから。一回夜の闇照らしてみる。積んでいいよ、それ。だから今つなげられるよ。それと、じゃあアップグレードなんかしとく。ガチの、なんかこのゲーム内の攻略のための話しかしてない。今のターン全く動けなかった。すまん、行くぞ。えい。石、儚くなりぬる。儚くなりぬるだね、ほんとに。あ、いいっす、大丈夫です、大丈夫。おい、よっしゃ。あー、ギリ。今のうちに線路を戻しといて。
しいエンジンにしようぜ。そう、新しいエンジンにしてさ、俺あとあの変換器欲しいかもこれ。まあ一旦新しいエンジンちょっと。とりあえずここは我慢しといて、次にボルト貯めておくってのもあり、ね、うん。よし、じゃあこのまま行きましょう。このまま行く。ちょっといきなりピンチだろうから頼むぜ。夜の闇から始まる。夜の闇から始まる。開拓頼む。鶴橋行きます僕は。とりあえず俺いつもの時間稼ぎしとく。左上のこの辺に鉄あるんで持ってきてください誰か。鉄をね、そう頼む、鉄を頼む、鉄を。一人だけがバケツを使おうとかいう悠長なやつは絶対守れないな。バケツはマジで時間がない。開拓頼むぜ。なんか木変わってるね。サボテンみたいになってるじゃん。え、セーブ開拓始まった。あ、やばい、あ、木が足りないから木持ってきておいてくれ。木があります、ここに。やばい、こ駅舎のせいで絶妙に取れない。なんかもしかしてこれ水がやばくなる。あ、その可能性あるな。え、でもなんかここに見えてないですか、水。ほんとに。あ、あるあるある。ギリだ、でもギリ。鉄結構できてたよ。これ逆に木だと思う。わぁ、もやもや、うぜぇ。てて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 てそうでしょ。さあ、緑だけど木だよね。まあ、木だと思う。木じゃない物質じゃない。そしてゴードン。ゴードン主役の回だもん。よくわかったな。トーマスの話だ。ああゴードン当時のトーマスだけだったね。好きではないだろ。そんなことはない。バレちゃって適当に言ってるって。これまさか出来上がる線路の色変わったりするのかな。キー頼む。楽しみじゃん。これ黙っちゃう。木が何？木上にありますね、線路の。で、何、今見えない。これ、避けないと。いけない。下頼む。下になんかバイソンみたいなやついる。下のラクダみたいなやつを。なるほどね。通らないと。あ、でもそうか。あ、やべ、燃えてる。あ、こっから行かないといけないんだ。だから、ここに橋作って。ここに橋作って。ボルトしたことが、機関車の温度管理を怠ってしまった。え？深くから行かなきゃいけないの。じゃあこっちに行こうかな。下ってことね。下に橋。下に橋つけてもらわないとまずい。じゃあそっち側の木を切って。これとしたことか。で、この今度こそこのラクダたちを刺さなきゃいけない。頼む。すまんが。確かにね、どこかに追いやるみたいなことだよな。そうそう。あ、ちょっとこれあの、やばいな。進路が足んねえから、開拓を進めといてほしい。多分ね、川の上を行かれると川の上で物資補充が難しくなる。でしょう。で、鶴橋で。今一応この先に進めるようにここの道だけを開けたね。あ、木材が足んない。この道作ってきます。そう、こっち今木材発見。木材下の方にありますね。オッケー。木材あれか、じゃあこっち帰ろう。今度は鉄が足りなくなって。いや、道作った方がいい。いや、鉄ここにいっぱいあるから大丈夫。じゃあいいよ。道作るね。開ける。行ってけばいいじゃん。今度ゴール右下っぽいよ。そこはだから端っこさ列車通しちゃうと怖いから。そうですね。この圧倒的温度管理、はい、皆さんご覧いただいてるだろうか。ナイスありがたい。山下菅井さんの温度管理してるしてる。さすが木がないね。木がさすが温度の菅井。温度の菅井、やはり熱力学の帝王。はい。温度の菅井もかっこいい。熱力学の帝王もかっこいい。なんか機関車が、ね、ここ鶴橋もうちょっとやんないとか。まさかエンジン蒸気機関が強くなったおかげで。あ、やばい、これ通れねえ。あ、ここ木置かないとだったんだ。あー、やばい、これいけなくなっちゃった。いや、回れる。ただまずいぞ。いや、これ回れないですよ、ほらここだ。あー、やばい、これ何、なんか木を割れ。こっちの木切って道開けてほしい。で、あとあの先の線路とりあえず引いといてくれ。ちょっとそっち側に行けなくなっちゃった。線路先かも。こうちゃん、線路先。こうちゃんしか今そっち側行ける人いないでよ。そっちで線路を斧もそっち側だから直線的に。やばい、こうちゃんお忙しい。はい、はい、で、その間に余裕できたら斧で。そう、あの、俺らがね、開拓をしといてくれ。左の方にフェードアウトしちゃう、これ。そう、ちょっと待って、ここの木を切ってくれないと。この木を切れないんですよ。切った方がいいな。俺もね、移動厳しい。あ、切った。頼む。ここマジで今大事だ。やべ、ミスター。スーパー利息段階。はい。あ、でもこっちから越えちゃった。あ、おっしゃ、ナイス。なんだったんだよ。いやでも今のがないと本当終わってた。助かる。はいはい、紫の人、お通りください。あ、じゃあここのね、あの資材が邪魔なの。え、これやっぱ下のさ、木
切った方が、鉄使った方がいいんじゃない？斧いります？斧。あのね、手前の木がちょっと切れてないんですね、多分。線路の上のとこ。マジ？線路の先。鉄不足だ。鉄不足？これ？いや、線路の先。あ、そうそうそう。はいはい、あ、木はここにあるので、ね、了解。ちょ、待って、鉄はここにあるので、待ちな。待ちな。あ、ちょ、待てよ。あら、よっと。それは言ってないらしいね。木村拓哉さんは。待てよ。待てよ。詰めねえ。ああ、そうか、うねってるから、今ちょっとそこに貨物車に俺が手が届いてない。よしよし。お、もう線路はかなり足りてきたぞ。ああ、そうだね。これは。じゃあこれ、ためのタイムかな。ためだ。ためタイムだ。今のうちにさ、あの上の木切っとこうぜ。駅の、駅の上にある木。あ、これ、ね、確かに、はい、この辺が邪魔になるから、さ。温度が上がっている。よし。ナイス温度管理。さすが、温度の菅井。熱意客の帝王。ちょっと何言ってるかよくわかんないですね。菅井さんが言ったんですよ。自分で言ったんですよね、熱意客の帝王。さあ、あと1個線路があれば大丈夫。それはどうかな。それはどうかな。ちょっと、皆さんは画面じゃない。あの、再生を戻してご覧いただくことをするね。それは菅井さんが言ってるってすぐわかるやつ。わかっちゃうね。なんでブルったの？なんか誰かにぶつけられるとブルるんだよね。でさ、しかもさ、武器というか持ち物がなんか落としちゃう。あ、そう、落とすっぽい。そう、あ、地味にやばい。はい、終わりよ、終わりよ、いいねー、いいよ、はい、オッケー、やったー。今、164m。 え、これさ、自動採掘自動採掘超ありがたくない？え、自動採掘？自動採掘と自動クラフトを隣で置いとけばもう最強じゃん。いらないんじゃない？で、しかもあの塞がることもないから入れちゃうよ。はい、ちょっとね、採掘ピコ強。これ三枚下外交のやつ。知らんし。あの、塞いんまくまくの強っていうとね、はっきり言うバルフォア宣言、バルフォア宣言でね、三枚下外交の話でしょ。採掘ピコ強。じゃ、行くぞ。集まれ。ちょっといろいろギリギリだったから、あの環境破壊中心で頼む。ああ、さあ進路決めよう、進路決めよう。でもあの細いとこ取んないとダメだな。鶴橋係やればいいわ。やってますが、まっすぐ頼む、まっすぐ、とりあえずまっすぐ。なるほど、資材集め係やってます。今ペンギンさんバケツ持ってる、大丈夫それ？バケツをそばに置いちゃった。バケツはね、水を汲んだ状態でバケツを、そうだな、ここをぶち抜いてそこを通す。そうだね、それしかないと思う。これこの下側から行くしかない。あ、ちょっとね、こうじゃない、絶妙に今線路の俺のいる右がね、壊しきれてないかとかね。ナイスナイス。え、この木切った方がいいね、木。木切って、木切って、木を切った方がいい。木切って、そうそう、山田ブラックお願いします。あ、ごめん、ちょっといいね、左の木来てくれ。左の木、そう、説明に壊す。ここも頼む。よいしょ。あ、燃えてる。あ、やべ、燃えてる。バケツ下にあるから、行けます。あ、頼んだ。え、なんかあのミッションやばくて、盗賊からブッシュも盗賊出てくる。なんか右上にいるんだよ、今盗賊。多分さっき言ったやつ盗賊だったんじゃね。あ、こうちゃん、ここのさ、ちょっと壊れてないと壊して。ラクダよりもさらに上に盗賊っぽいでいる。シナね。そう、そう、これそう、そう、ね、ここ細くてやべえな。そう、事前に物資確認しないとやばい。ここ鶴橋で切れるんで、多分鶴橋で破壊しとかないと。どこ今いるとこっす。はい、今あと誰か事前のバケツを頼みたい。なんかそうなんだ。多分あれ、あとあそこ橋がいるよ。いや、まあ橋か、俺があれするの、あの俺が斧で切りに行くよ。いや、はい、そもそも欲しい。あ、これやばい、取れない。いやいや、ちょっと、いや、これ上取れんの？そもそも線路がねえぞ、今。やばい、線路をそこに敷くしかない。線路持っていくけど、持っていきたいけど、通れない。そもそも物資が買うの？ここさ、鶴橋持ってる人いる？これ、ここ。ここ通れないの？どこ通る？あ、バケツ頼む。左の方。これ？やべ、通れなくなった。え、違う。いや、これ切ってください。ここバケツね。下のケツのとこ。バケツね、あの、
ジンジャーブレッドマンしかバケツ触れないよな。ジンジャーブレッドマン。どこ？あとやばい。今左下に列車がやばい。列車ですよ。え？ちょっとあの。あ、いや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 。列車の近く。列車の近く。そもそもね、取れるんだ。でもね、そう水。あ、よし今いた。あ、いた危険の行けるか。あ、ダメだ。ああ。まずい。下がった。やっぱダイナマイトだ。ダイナマイトだっていうか、しかもあそこやっぱ細いとかやばいな。結局あそこで一足になるのに早めに気づけてなかったから。先に線路持ってっとかなきゃいけなかったんだ、細くなっちゃうから。そうだね、結局だからやっぱその列車の分行動制限されちゃってんだな。そうだね、ちょっとあそこをもっと開拓した上で先々にいろいろ持ってっとかないといけなかったんだ。うーわー、テラスワゴンなかったなって思っちゃった。そうだよ、テラスワゴンがやっぱ結局邪魔だった。あいつ何の役も立たない。あとやっぱさ、破壊資金の大事だ。破壊ね、確かにこうちょっと残ってて、ね、っていうのが多かったね。そうそう、毎回ちょっとそこで引っかかっちゃう、しょうがないですよね。いやーちょっとこれまたリベンジしたいな。はい、というわけで本日はアンレイルドやりましたけど、184m ということで、ハイスコア、シュー、ミディアム、ランク1065位だ。はい。まあまあ結構だな。結構だね。全人類の中では相当上の方です。全人類はやってない。全人類アンレイルやってる社会じゃないから、ね、70億人中1065位。すごい高いじゃん。というわけで、皆さんもレール敷きたいなって思った人はグッドボタン、はい、敷きたり、あのバケツで水汲みたいなと思った人はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回のゲームでお会いしましょう。さよなら。